まだまだいそうだな。 こんなところにありやがった。 森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ、森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。
装した霊の数が1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。探せ。するな、死んじまうぞ。電話の音、奇妙だな。あの電話が鳴っているみたいだな。狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。
気に食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか。ああ、おかしいぞ。技を覚えられそうだ。より強力な技まで待つ間もありだ。手に負えない数だな。
見守ってくれそう。そうだな。このビルだな。入り口を探すか。凛子がいるみたいだな。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。助けられる。あそこから入れそうだな。どこかにリンコがいるはずだ。とりあえず下に行くか。
エレベーターは使えないか。ドローカルの新聞社ってとこだな。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ。これ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。なんだろうこれ。おかしな壁だな。あそこに操作盤があるな。奥に部屋があったのか。さあ使えそうだ。こいつらいつの間に。
さっさと次に行くぞ。シャッターが開いたようだ。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。何かあるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんもない。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せ。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。くそ、まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたからどうするんだろう。その言い方、死んでも変わらねえな、お前は。それはお互い追いかける場合じゃない。経験
今はリンコさんを守らなきゃ。分かったよ。わかりました。攻撃されているぞ。わかりました。まだ大丈夫。敵だ。油断するな。こいつらを私に近づけないで。
どうだ。終わったわ。ご苦労様。これでこの場にある霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。